福留さんが背番号1へ辛口エールを送る。愛情を感じる。福留さんの辛口エール。16日の中日対阪神戦で解説を務めた福留孝介氏が岡林選手について言及し、成長していますし、年々進化してきています。と評価しながらも、ただ、今シーズン、怪我もある中で、ここまで成績が出ない。これというのは誰もが通る道だと思うんです。常に順風満帆なわけではないので、今の苦労、試練を彼がどう乗り越えてくるのか僕は楽しみにしています。と辛口エール。岡林選手に対しては厳しい目で見ることにしているので、その意味でいけばまだまだ、と厳しいコメント。具体的には、すべてです。すべてにおいて彼がもっともっとレベルアップしていかないと、と彼にいつも言っています。今年から背番号1をつけてますし、僕自身もドラゴンズで背番号1をつけていた。厳しく言って、もっともっと成長しないと背番号1を返してねと言っています、と語っていた。背番号1の重みですね。福留さんって岡林に厳しいけど愛情を感じる。乗り越えてくる前提で話してるのが期待してるのが伝わってくるから頑張れ、岡林。福留の厳しいコメントは全然不快じゃないな。これは良い背番号1の先輩。打球の状態は明らかに上がってきてる。スタメンで出てる間に復調してほしい。岡林の復調にかける戦略は良かったと思う。どの道岡林抜きで勝てないしね。3年やって一流の理論でいくと今年が本当に正念場かもしれんね。先輩の期待に応えろ。ドラドラ情報局をご視聴いただき、ありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。